え、あ、そうなんですか。いや、すごい。多分召し上がれたことないと思います。あ、ちょっとそれはないです、ね。皆さんこんにちは、トミクです。今回ですね、群馬に来てるんですよ。 Google マップでね、こうやっていろいろ見てたらですね、この群馬県にも市場があるんですよ。ここは高崎市総合卸売市場というところなんですよね。ちなみにですよ、前のね、大阪の方のコメントでですね、すごいですね、指摘されたことがあって、黒門市場ではなく黒門市場だと。そこはですね、非常に反省しております。しかしですね、ここは市場という読み方なんですね。群馬県といえば海なし県なんですよ。その海のない県のね、市場って果たしてどんな魚を扱ってるのか、そしてどこから来ているのかっていうのを皆さんに動画でお伝えできたらなと思うので、やっていきたいと思います。高崎市場は観光客が行ける場所として3つあって、水産と飲食、加工品、青果ですね。駐車場はかなり広くて無料です。ちなみに水産は一本道があって、その一列の両側にお店がある感じですね。水産だけで見ると広さ的に最近できた築地場外市場のお店ぐらいの広さです。扱ってる魚もメジャーなものがほとんどで、貝類がちらほら。ハモがうようよって感じでしたね。おそらく鮮魚の値段は市場価格だと。ここ海ないじゃないですか。どこから来てるのかな。千葉に大分に。愛知とか。もうじゃあ他の県の市場とかと変わんないんですか。そうそうそう。あー、なるほど。もしかしてもうほぼ閉まってる感じですか、お店。まだ9時半だからだけど、はい、普段だったら10時過ぎぐらいまでやりますけどね。今日は仕切ってて欠かさないんで。あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。すいません。高崎市場って平地に塔が何個かあって、なんかね、物流となんか冷蔵庫が2つほどあるんですよ、あっちに。で、ここの塔がなんか飲食なんですよ。で、さっきちょっと歩いたんですけど、やっぱね、その飲食店が2軒しかない。まあそもそも群馬県ってもう山なんで、どっちかっていうと俺も一回回ったんですけど、水産よりも青果、野菜とか果物が多いんですっていうなんかイメージがありますね。握り寿司極み3980円、へえ、大正おにぎり2500円、おまかせ5貫1300円、高いないや、ものが分かんないんで、東京都内のちょっとしたお寿司屋さんで食べるのとそんな値段変わんない気がするんですよね。でもちょっと一回見てみないと分かんない。あ、いいですか。はい、はい、大丈夫。ネタはそこで。そうです。関数っていうか、その10です。極みが10。いや、全部10。おすすめって何ですかね。やっぱ極みなんですか。まあ、おすすめはそうですね、極みに関してはそういう仕込んだいいネタ。へえ。え、ちなみに寿司と海鮮丼両方頼んでる人っています？います。あ、お寿司は、あの中には、お寿司はここの高崎のこの中ではここだけってことですか。そこはこの市場の中でお寿司はうちだけ。 あ、 そうなんです。あっちの食堂っていうのは何の海鮮を扱ってる、海鮮丼ですか。いや、メニューまではよく分からない。大正おにぎりと大正丼で、はい、お客さんって結構来るんですか。平日に関してはあんまりいいですね。場所が場所じゃないですか。市場っていう場所で、はい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 、一般のお客様が自由に入ってくださいねっていうイメージされる場所だと思って。はい、ここ結構自由に入れますもんね。日本全国どこの市場でも自由に入れます。いや、あの豊洲市場は止められるんですよ。クジラですか。クジラです。へえ、珍しいですね。そうですね、寿司でクジラ。海鮮丼も入ってるんですか。あ、はい、そうです。へえ、同じネタです。あの、なるほど。ミンクですか。岩、それはミンクですね。うん、この間は白長須が出る。白長須なかなか珍しいですね。そうですね。でも詳しいですね。よくクジラってわかりますね。いや、クジラ好きなんですよ。ああ、そうなんだ。ったら単品でクジラの重み、トロがありますけど。握りだったらちなみにあのいくらなんですか、一貫。意外とあれですね、リーズナブルっていうか、あ、めっちゃ高いですよね、あれ1キロ2万円とかしますよね。そうですね。マジか。え、じゃあ1貫ちょっともらっていいですか。はい、これ好み。まあ実際のところよりちょっとずれてますけど、全然トロだと思います。これアユです。え、あ、そうなんですか。いや、すごい。お寿司で締めてるんですか。そうです。
分召し上がれたことないと思います。それはないです、ね、さっぱりして美味しいです。ちなみにシャリは大体どれぐらいの重さで握ってます？人を見て20いくかいかないか、うん、大きめにしてくれとか、女性のお客様なんか小さめにしてくれとかっていうのがあるんで、大体基準を 20g 前後にしといて、でその状況状況に応じて、だからあの海鮮丼のシャリの量も結構うちは多いです。確かにシャリでかいっす。お腹一人前でいっぱいになってもらいたいっていう部分があって、いやなんかネタもシャリもだいぶ大きめですね。場所からいっぱい食べたいってお客さんの中には群馬ならではの期待してくるお客がいますんで。なるほど。お味噌汁、 ありがとうございます。お味噌汁もついてる。青さのお味噌汁、そうです、はい、トロ、ヤリですね、はい、赤身、サーモン、うなぎで下の段、エビ、赤エビ、クジラ、アユ。ちなみに何マグロですか？本マグロです。クジラとアユの寿司。クジラの寿司は動画で作ってるんだけど、実際でお店で出されることってそんなにないんですよね。やっぱりシャリがかなりデカめ。でも食べてみるとネタとのバランスが絶妙なんですよね。クジラの尻尾の肉もトロッとしてて、クジラ特有の癖はなかったです。1貫550円と思うかもしれないんですけど、キロ単位の値段で言うと本マグロの大トロより高いんですよ。そして卵もこんな感じ、本格的な卵焼きでしたね。これでクジラの尻尾を除いて10貫税込み2500円。予想よりもだいぶボリューミーで、最初高く感じるも食べ終わると意外とそう感じない。そしてアユの寿司はレモン汁をかけて醤油をネタにちょいとつけて食べる感じ。ネタもかなりさっぱりしていて、生臭さもなく、お酢の風味とレモンの酸っぱさがマッチしています。作る人はもう全然自由に入ってくるんですけど、僕の知らない人はその、まあ、変に逆にイベントやってるじゃないですか。ニコニコ感謝でイベントやってるから、その日しか入ってこれないと思っちゃって、本来オープンする時までのその業者さんってにぎわってるんですよ。実際コロナでああじゃないこうじゃないって緊急事態宣言とかでもそれなりににぎわってて、どん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 また出始めて第2弾だ第3弾ってなる。初めてぐらいの時からもう仕入れに来る業者さんがもう激減しちゃった。まあそうですよね。高崎もそうな感じです。もう田舎は特にそうです。高崎市場は第2第4土曜日にイベントをやってるみたいなので、その日に一般の人が来るみたいで、それ以外の平日は入っちゃいけないと思ってる人が多いみたい。入っていいんだよ。ただし豊洲市場に行きたい場合話は変わってくるので、一旦俺のインスタライブ来い。話はそれだけど、海鮮丼は寿司ネタ酢飯全部同じです。ちょこっと改造があるくらい。でも海鮮丼としてちゃんと美味しいのはすげえなって思いました。酢飯の量も調整できるみたいで、たくさん食べる人いたら大将に行ったらたくさん入れてくれるって。で海鮮丼で2500円は高いかもしれないけど、他の観光地で同じ値段出して海鮮丼食べるならこっちの方が希少価値って意味では食べる価値はあります。ちょっと一回お会計いいですか？はい、領収書欲しいです、はい、あカード使えないですもんね多分。カードはペイペイなら使えない。あなるほど、ですよね。5550円ですね。アユめっちゃ下処理大変ですよね。そうですね。アユはあの川魚なんで、やっぱり一回締めた後一回冷凍かけるんですよ。ああ。はい。でそうしないと大丈夫は大丈夫なんですけど、やっぱりもしもの時っていうのもあるんで。予想を超えたお寿司屋さんっていう感じでしたね。ちょっと後でもう一回ここ、行ってみようかなと思います。一応海鮮扱ってるとは聞いてるんですけど。食べられるところがさっきと寿司だとここしかないんで、こっち側があの水産だったんですけど、こっち側に行くと青果なんですよ。水産と比べて少し大きいかなと感じました。やっぱり群馬は山なので青果に力を入れてるのがよくわかります。そして物流がすごいのか、冷蔵庫や倉庫がかなり大きかったです。ここがあの青果で、ここを一本行ってあそこまでしかない。一人なんですけど大丈夫ですか？うひゅー、海鮮がない。しかもどれもがっつり系だ。ここ初めてなんですけど、おすすめって何ですか？食べたいものが一番いいと思う。海鮮みたいなのない？海鮮はない。はい。あ、そっか。群馬といえば肉ですもんね。
焼肉定食ってそんながっつりじゃないですよ。え、がっつりじゃないですよ。そんなでもない、そんなでもないですか。680円でこのクオリティとボリュームは町の定食屋さんって感じで良かったです。肉は豚肉でとことん豚という群馬県のブランド豚を使ってるらしい。焼肉定食の味付けなのか、程よい肉厚さとジューシーな感じがこの豚肉いいと思いました。ただだいぶボリューミーですね。群馬って全体的に量多めなのかな。全体的な評価として、お寿司屋さんは観光客が食べに来て、仕入れ業者はこっちかなって感じですね。豊洲市場とそこは似ているのかもしれないです。よく食ったな俺。高崎市場はお寿司を食べに行く場所です。でここのお寿司はマジで群馬だからこそ食べられるものっていうのがマジで揃えてあるんだよ。こことかこことかもっと面白いもあるぜとか、ここならではのあるぜみたいなのがあったら、ぜひコメント欄とかインスタグラムのダイレクトメッセージで送っていただけたら助かります。ということで、今までとは全く違うタイプの市場ということで、このシリーズもどん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 動画出していけたらなと思うので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ポチー。